はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の図形シリーズ第39弾やっていきましょう。で、問題3もありますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げますので、お待ちください。行く はもうっちょいよしそれじゃ参りましょうではではまあまあ早速がね始めていこうと思うんですが今回は直角二等辺三角形が2つ入っておりますまず1つ目がここです ABC ここが直角二等辺三角形、まあ、直角二等辺なのでまず直角はここですねここが直角でこことここの辺の長さが一緒。 でもう一個直角二等辺があって ADE ですねこの大きいこの三角形ここ、ね、ででこれがちょっと重なっちゃうんで大きくしますけどここがまず直角で、えー、こことここの長さは同じって、まあ、組み合わさった感じですねでまず照明から入ります ADB とえっ、ー、と AEC かここですねこの ADB 左側にあるこの細い三角形と AEC ここです の三角形でやりたいとでまあ受験あるあるだと勝手に思って特に公立入試のね受験あるあるある, <laughs> るあるあるだと勝手に思ってるんですけどあの図形問題で1番に証明が来た場合は割とやりやすいものが多いです基本的にはね。でこれに関しても、まあ、ちょっと書き出そうか ADB ここにあるので AEC をちょっとこっちグイッと持ってきますね。えー、っとあこんな。 感じでいいかかな AEC だねね対応するのか、ね、でまあこっち見ても分かるようにまず AB と AC とだって直角二等辺って言ってるからもうねマークつけたけどさ同じって分かってるじゃないですか。でしかもこの ad と ae ここも同じってなってるからもう2組の辺が仮定で与えられてるんですよね。じゃあもうあと1箇所欲しいのはどこかって言ったら間の角のここですよね。 ここが欲しいここ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 こでですすねねとここつまりこっちです、ね、ここの関係が欲しいとじゃあこれをどうやって言えばいいのかなっていうところで攻めていきたいわけです、まあ、そこが問われてるとで結論から言うとこれはもう90度っっっててていいううものをままく使ってやっていきます何かっていうと例えばこっちの青からいきましょうかちょっとこっちのバツ青に変えますねここここの角度ってこの青で書いた90度ありますよね 90度から各 BAE を引いたものなんですよ。BAE ってここです。ここね。90度からこの BAE。これを引いたら×残るじゃないですか。つまり、えっ、ー、と、ちょっと書いておきます。90度から各 BAE を引いたものですよねってで。なんでこんなことやってるかっていうと、こっち側の×見てください。ここにも赤の90度があります。 90度からここの BAE 同じねこれ引いたらこの×残りますよねつまりこの×も90度から各 BAE 引いたものって言えるんですよじゃあ同じじゃないだって同じものから同じ90度っていう同じものから同じものを引いてるんですもんほら同じじゃんっていうのが分かったのではい3つアイテム揃ったからじゃ あとは証明を書いていきましょう。で終了です。いいかな。じゃ、証明書いていきます。この辺からかな。この図が絶対邪魔になる気がするけど、あぎり入ってるね。じゃあ、参ります。まず、えっと、証明に関しては、まあ、証明ね。できる方は飛ばしちゃってください。まあ、ちょっと。まずは宣言します。私は今からこの三角形。と。この、えー、三角形についてやっていきますよと。 つついいいいいて、て、のかまあここはね別にあの細かく問われないんで「置いて」とか「ついて」とか「AC」「で」とかでもいいんですけどやっちゃいけないのはここに合同マーク、まあ、今回合同の証明なんで合同マークですけど掃除のマークとかを入れた瞬間に一発でアウトです他が全部合っててもね、まあ、気をつけてね宣言するだけだからこの三角形について書きますよっていうでまずはさっきやったこの「丸と「点々」はもう定 <laughs> に書いてあったから定よりでいいでしょう まあ直角二等辺三角形なのでとか書いてもいいけどね仮定よりまずえっとこっちの 3AB か赤印の方ね AB イコールここです AB と AC が一緒ってでこれ必要なアイテムなんでね番号をつけておきましょうもう一個 AD と AE も一緒ですね AE もこれも必要なアイテムなんで2番つけておきます で一応ですね、まあ、直角二等辺三角形は仮定で与えられていてそれが90度ってことは一応言っておきたいので、えー、とここの角度青の角度と赤の角度が90度ですよねってことも一応言っておきましょうだから DAE 角 DAE イコールここね DAE 青の方でもう一個赤の方 BAC 角 BAC イコールまあ90度だよねと直角二等辺だからね これいった後にここで今やったあと両方ともこれで表せるってことが言いたいからまず、えー、とどっちいこうかなここの角度いこうか角、えー、DAB d か角 DAB これね青の×印は90度から、えー、角 BAE を引いたものですよねって。 でしかもえ、こっち、赤の方ね、DAB と対応させたいから EAC にしようか。角 EAC も、さっき言ったように、90度から角 BAE 引いたものですよって、ちゃんと書くわけです。ほら、両方同じじゃんってことが言いたいからね。だから、えよって B、e、角 DAB と角 EAC。 これが同じですってことが言えます。書き方としてはね。これで1番、2番、3番、3つアイテム揃ったので締めに入りましょう。合同条件の発動をね、します。発言してる、発言じゃねえや。えっ、ー、と、1、2、3より、今は2組の辺とその間の角。なので書いていきましょう。えー、2組の辺と、その、 間の角が、えー、とそれぞれ等しいのでこれでね合同条件をちゃんと書くことができたので合同条件書いたら最後これね言いたかった ADB ここで初めて合同マークね3本の合同を、えー、AC e かで今回これが結論だねなのでこれで終了となります まあこんな感じで同じもの特にまあ90度が多いですけど同じ90度っていうものから同じ角度を引いてるから同じでしょっていうのはまあ正面でねよく出てくるパターンなのでぜひ覚えておいてくださいではえ2番3番は長さを記入してやっていきます AB と AC がルート2ですこの赤丸がねこいつがえールート2とで青の長さ同じところ AD と AE がえ3ここも3ですね です DE こここねでこれに関してはえ非常にやりやすいですねなぜかっていうとこれまあ直角二等円三角形なので三平方の定理を使えば一発で終わります三角定規だからね直角二等円三角形一応書き出しましょうかあじゃあ三平方が今年あの受験のねあの科目というかあ単元から外れてる方はごめんなさいね今回っ使ってますけど。 直角二等辺三角形9 0十4 5四4 5度の三角定規のやつは比が決まっていて1対1対ルート2という比が決まってますこれ三平方で習いますねだから今ここの角度が角度じゃない長さが3ってまあこっちも3だねって言われてるので1対ルート2今 D ここだから求めたいのは x にしましょうかなので1対ルート2だから 1> 1対対イコール3対 x ねでこうやれば、まあ、中中外外、まあ、外が先だけねこれ先にするといいね、えー、と外かけると x イコール中が3ルート2となってこれで終了 DE はねだから DE ここは3ルート2と分かりましたとで問題が3番ですね3番は BD です b d ここです ここ。じゃここもちょっと X って置かせてください。で、これはね、あることに気づけるかどうかっていうのがもう勝負のポイントになっております。で、さっき証明しましたよね。で、証明した時にもちろんこれをね、後での問題に関係ないこともあるんだけど、まあたいね、何かで使うんよ。そのために証明させてるっていう。後で使うために。で、これも使います。 で、何を使うかっていうと、ここの三角形と、この三角形合同って言いましたよね。つまり角度も全部一緒なわけですよ。対応するところはね。今、ここの角度とここの角度が同じなんですね。まあ対応してるから、同じでしょ。これ見たときに、あって思ってほしいんです。この ADEC の4点、4つの点が同一円周上にあります。 つまり一つつの円の円上にってるんですこいつら今ちょっと画角の関係でねその円はみ出しちゃうんで全部書けないんですけどつまりえー、っとまあこういう上入るかなちょいびつになっちゃうけどねこういう感じで一つのこれちょっとつなげちゃうかごめん超曲がってるけど。 一つの円の上に乗ってるわけです。なんでそうわかるかっていうと、円周角の定理を使うと、ここね、AC っていう二つのスタート、俺がよくスタート地点って言い方しちゃうんだけど、二つのスタート地点を決めます。そっから出てる、出てるね、円周角が今ここです。こっちも同じスタート地点から出てる円周角がここです。これが円周角が同じになってるんですよ。だから、この同じスタート地点から二つ出てる。 円周角が同じになってる時点でこいつとこいつとこいつとこいつは同じ円の上に乗ってるっていうことが分かるんですこれ、まあ、円周角の逆なんて言い方しますけどねでこれに気づければ気づければ、えー、何が分かるかっていうと実はここが9 0度なんですここが9 0、まあこれが気づけるかどうか今回に関してはで何であれ9 0度になるかっていうと今度は逆ね逆というかスタート地点こっちにしてくださいここです ここスタート地点にしたときに円周角、外にブイーンって行ったのがここだよね。90度になってます、ここ。同じスタート地点から出てる円周角だからここも90度なんだよ。絶対ね。つまり実はこの三角形 CDE、こいつは直角三角形になってましたと。で、しかもね、しかもここ X って置いたじゃんか。ここ X だから対応してるからここ X なんだよね。 でしかもこの三角形も直角二等辺だからさっきと同じ1対1対対対なんですよ1対1対2だからこの長さ2って出せるんですすぐさっきと同じ計算方法でねつまりここ三角形直角三角形の中に長さが出てる出てないけど一つの文字の x と x しか使ってないから三平方の定理で式作っちゃえばあともう解けますよねって。 で、三辺を使っていくと斜辺滑り台の斜めのとこね斜めの二乗こいつ二乗すると3ルート2かける3ルート2なんで18ですね18イコール残った辺二乗したいからまず x の二乗ね x の二乗プラスここは x プラス2だよね x プラス2の二乗あとはこれ解くだけですでこれ展開すると x 二乗プラス 4x プラス4です全部ちょっとまとめましょうか 2x2 乗をプラス 4x マイナス14かこうなりますで全部ね2で割ると 2x マイナス7イコール0とでこれがですね因数分解できないんですそうできないから解の公式を使いますで解の公式使うとちょっと待ってこれはあーそうだなちょっと上行きたいな下に ちちちょっっとお待ちくださいこっちに行きます円5ごめでこれこれ解の公式の真ん中が偶数なんですよねその時のちょっと解の公式の変形のやつも使うと楽なんですけどまあ習わない方のが多いのでまだだからちょっと普通に行きます。え 2a 分の 2a 分のだから2分のそれ最後に紹介しようか。 マイナス b なんでマイナス b プラスマイナスルート b 二乗に呼だよね。マイナス 4ac だから指示28だから4たす28で32になります。32。でルート32っていうのはえっと指示16があるので4ルート2に直せる。こいつ4ルート2、ね。だからこうすると全部2と2と4で同時約分が使えるから下が1になって残ったのがマイナス1。 プラスマイナス2ルート2になります。で、ここで答えがちょっと吟味しなきゃいけないんだよね。プラスのバージョンとマイナスのバージョンがあるんだけども、マイナスにしてしまうと、マイナス1、マイナス2ルート2だから、マイナスになっちゃう。長さにマイナスはありえないから答えとしては適切じゃない。つまり、え今回の答え、えーと、なんだっけ ?BD か。BD は、ここでいっか。BD は、ちょっとこっち先に書きましょうかね。えー、2ルート2マイナス1と。 これが答えになりますいいかなこういう感じねおっと失礼でその解の公式の,あのもう一個のバージョン、えー、と結構塾とか学校の先生でもね教えてる先生見たことあるんですけど一応ちょっとやりますね何かっていうと B2 乗マイナス4あえっ、ー、とごめんなさいえっと 2A 分のマイナス B プラスマイナス B2 乗マイナス 4AC ってあるじゃないですかそれがねえっ、ー、とあーちょ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  <laughs> テンパっていう A. X. 二乗プラス、まあ B. X. プラス C. イコールゼロと。まあ、これをまあ、使ってるわけよ。これから持っていくんですけど。ここのね、B. が偶数の時。いい偶数。この時に使える技で、その数ね。B. を半分にしたものを B. ダッシュって考えます。半分にしてください。 半分ね。そうすると、B ダッシュにした時の解の公式っていうのがあって、まあよかったら、本当興味なかったらごめんな。X イコール、まず 2A 分のじゃないんですよ。A 分のなんです。A 分のマイナス B ダッシュプラスマイナス B ダッシュの2乗マイナス AC ってなります。2もつかないし、4もつかなくなります。これが解の公式のもう一個。 まあ変形バージョンというかね。になります。せっかくなんで使ってみましょうこれ。これね。どうやるかっていうとこれ B が2でしょだから B' をやろうと思ったら半分の1として考えるでも A と C は関係ないそのまでいけるからあシ B'1 だよなってじゃあいきます。えー、ここちょっとおまけなんで切っとくわ。x イコール A 分のこれいいところが分母が えとここが1から始まるからもうそもはや分数じゃなくなるんよスタートがまあそこが楽なのねでス b だから −2 つけてス1プラスマイナスルート b' の2乗1でしょス a c だから− 1 ×ス7だからプラス7なわけよ 1+7 ってルート8でしょ直すと2ルート2でしょだからス1プラスマイナス2ルート2でここと同じになるよねっていう。 ま、よかったら覚えておいてください。はい、これは強制しないから全然。ただ、高校になったら絶対習いますよっていうだけの話。いいかな。まあ、楽はできるしね、確かめ算とか確かめというか、解の公式不安で、こっちでやってみて、時間が余ったからこっちでやってみようみたいな、二つのね、ルートで、こう確認して、ケアレスミスを発見するっていうのも使えるは使えるので、まあ、よかったらね、覚えておいてください。では、えー、今回はね、高校受験対策の図形シリーズ、第39弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。